バルベルデはデブライネみたいに全然慣れると思います、ね。バルベルデが中央に使われてからどうなるかっていう話ですけど、やっぱりあの、ちょっと思うのがエンバペ取れなかったじゃないですか、マドリー。だけど、エンバペ取ってたらバルベルデ右ウィングにこんなにずっと使われてないと思うんですよ。 でバルベアデ右ウィングってアンチェロッティの戦術と超相性いいんですよね。あの前から守備行くときと、あの、撤退守備でゾーン組んでるときに、相手のサイドバックにずっとついてって、そういう仕事させないみたいな。で、その低い位置でさ、守備したところから一気にドリブルでいって、そこからミドルシュートまで決めちゃうじゃん。で、今回もさ、3点目そうだったし。だ結構、なんか特殊な、ウィンガーの中で特殊な選手で、守備力と、あの、馬力と、 ゴラス力全部あるみたいな。こんな選手いないから。エンバペ来なくて派手さは少なくなってるんだけど、まあエンバペが頑張って守備してるかもしんないけど、間取り来たら。ただそのチームのバランス考えたときに、 エンバペ来ないことによって、バルベルデ右の固定があって、ビニシュースがちゃんと出番へ続けられてみたいな、ロドリゴも伸びてみたいな考えると、ビジネス的には良くないかもしれないけど、ピッチ上で起きてる現象的にはマネジメントのしやすさで言っても、かなり良かったのかなってなっちゃいましたね、結果として。あとね、あの、何分のシーンだったかなもうほぼ5バックみたいになってさ、バルベルデが下がって、サイドバックの横を埋めるじゃん、5バック化して。そっから、相手の横パスに合わせてぐーって前に出てって一気に詰めたシーンあるのよ。こことか普通できないから、 守備の時のこの、このカバー範囲の、なんかカバー範囲の広さっていう言語化だけにするのはもったいないっていうか、カバー範囲のチートさみたいな。<laughs> 守備の仕方がね、ほんと一人二役みたいに、右サイドに三人いるイメージなんですよね。あのバルベルデがいると。あのシュートまで決めちゃうでしょ来なくてメリットもあるってまといぐらいしか言えんだろう。うん。ほんとバルベルデの存在っていうのは、モドリッチもまだ全然やれる以上ね。すごいなんか、それこそ風見ろいなくなった状態でさ、こう、チアメにかかる負担を減らすっていう意味でもいいでしょうね。バルベルデがいることによって、 42にも442にも433にもなるからさ。そう。身体能力。 もしかしたら今世界トップなんじゃないかってぐらい異常ですよね。足の速さっていうかなんかあの、なんか戦車感というかね、う中にも入れるしね。あとは左サイドから入ってくるクロスに対して飛び込むシーンが前よりは増えたかもしれないけど、それが得点になるような選手になったらもう手つけらんないでしょうね。さあ、馬力って感じだけど、プレイもてねそうそうそう。昔は本当にね、そこの馬力って感じだったのが、本当、やっぱモドリッチとかクロースから吸収してる部分が大きいですよね。アンカーやる時なんかさ、センターバックの間とか入って弾き返す風色的な役割もやるしね。で、このバルサ これ今ふわーっと横目で見てて思い出したけど、このデンベレの1点目のクロスへの入り方素晴らしいんですよ。相手の四角から長い距離走ってきて入るから、そんなにあのヘディング得意じゃなくても、相手は棒立ちでその場で飛ぶのに対して勢いが全然違うからさ、これね、再現性高くできたら、もうデンベレも手をつけられない選手になりますよね。マネみたいな選手になるから、バルサもマドリーンもね、右ウィング強みになってますよね、いろんなんで。バルベルでは1試合で右ウィング、ウィングバック、インサイド全部ハイレベルでやる。そうそう